今度はですね、これにね、この絵、ちょっと、これか、あまり太いのもちょっとね、元枝太かったらこれだけど、この木でしたらこの枝ですね。これ、ここから今相当ね、ホダをいただくんですよ、この木から。で、この木だったらね、ここです。これです。いただくのは。それでね、なるべくだったら手でむ、これ長すぎるから、手でむしらんで、こうやってハサミで切るのね。こうやって、ハサミの傷ってさ、すぐ治りやすいから。古い葉っぱね。これ古い葉っぱって、ここ少し長かったら入っていかないからさ。それでここにね、芽がいっぱい用意してるけどね、この芽出さないの。取っちゃうの、これ、こうやって。こうやって置くわけさ。それで、こう差し込むんでね、こんな細くても形成層できちっと合わせなきゃならないんだよね。こういうね、こういう材料がないんですよ、こういう、端生の短いのは。俺勝手にこの間売ったもん。売っちゃったでしょ、オークションで。それはね、我々商売だから何でも売ればいいっちもんでねえからね。で、これは結局、こんなのを3年経ってるから足掛け、こんだけ太ったんだけど、やっぱりね、全然端生が違うでしょ、これ、だからこういう性質のやつを使わないと、ミニの盆栽作るときはね、これ大木にするなら別だけどね。で、これでも、ちゃんとね、こういう、形成層を出すんで、これはね、ここにこう行くんですから、こう。見る？こうでしょ？こう行くんだから。だからこっち側は切らなきゃならないんだよ。こんな感じね。こういう感じですよ。緑のとこが形成層。そう、緑のと形成層。これはね、夏だこんなことやったらいかなくて、今はね、冬眠中だから大丈夫だけど、これこうでしょ？それで、これをこう、めくってやらなきゃならないんでね。めくってやるのもね、できればね、ベロッと取るより片側をめくるのがいいんだよね。そうするとね、こういうのでいいわけさ。こういう刃物が。真四角よりこういうんでね、こういうので、例えばこれを、今ここにこう行くんですから、これを、こう行くんだから。だからここをね、片側だけえぐるの。ここをですね、いいですか？こうでしょ？見える？こっちをね、めくるだけなんだから。これ一回？こうだよ。キュッ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 とこうやって、これだけ。あ、向こうまで突き抜けないの？突き抜けないの。こっち側つけとくの、皮。それで、こうでしょ？こっち側だよ、これ逆やったらダメだよ、これをこう入れる、これ見えた？こうだよ、これ分かった？ちょっと作業の邪魔だ、お前ちょっとどっか行けとか、こうなっちゃう。これは上、あ、要するにね、こんなにいらないんだから上、これここで切っちゃうでしょ、これ。そうそう、こうやって葉っぱが邪魔くさくて映んねえな、うっとうしくてしょうね。いずれはこれ。なるべくその、映すとこの上のやつを切ってよ。ああ、この辺な。はい。今、せっかくここにこれ、印つけたでしょ？これですよ、今んとこ。これ。わかった？こうですよ。それで、おい、どこ行った？ああ、そう。これだよ。これね。こういうやつね。はい。で、形成層がうまく当たるようにね。だから、こっちの形成層とこっちの形成層とこう当たるように、これめぐれたとこだから、これをただこうやって入れるだけです。こうやって。これあまりグッと突っ込まないで、皮と皮のとこ、ふつくとこわかるでしょ？これ。まあいい、映りゃいいけど、こういうことなの？これ見える？これわかった？こうやってね、こっちあまり入れたらダメだよ。なるほどね。ここにこう当たるようにして、形成層、そうそう。こういう当たり方するんです。これ、こういう当たり方。それでね、これをまたね、ツニテープでやるとなったら、やってるうちにぐずぐずぐず動いちゃうんでね、こう入れたら、こうやって入れたら、この、こういうものでね、さっとこれ、躊躇なくやらなくさ、こうやって、キュッと締めて、これで動かないでしょ？テープならそうはいかないんだよね。こうやって、キュッとこうやってやっとくわけさ。
寝っ張れよっとこう、こうやっとくわけさ、これってこういうふうに、それでここはあんまり締めない、これちょっとこれで1回か2回これでいいの、こうやってやっといて、こうやってやっといてさ、これで結節同士がピチッとくっついていくから、うん、こうやってこうやってやって、でここはこれね、もうがっちりこれでくっついてるでしょ、うん、だってこのまんまじゃやっぱり乾燥するんでね。で今度はこういういろんなテープあるけどね、この小さいのはね、このテープがいいよ、こうでしょ、丁寧に少し力強く、これこうやって、こうでしょ、見えた、うん、ギュッとやって、これ空気入ったらダメだからね、ギュッとやるでしょ、それでもう一回、二回ぐらい巻いときゃ OK だね。これでいいんですよ。これで、あとはまあ縛っときゃいいんですよ、ここで。こっち短すぎたな。まあいいや。あ、これでもいいよ。めんどくさい。こう行こう。こう行くんです。よしっと。プッチ。こういう方法なんですけどね、うん、ちょっと今の時期はですね、寒いからね、心配ないんだけどね、ちょっと暖かくなってね、これ乾燥するようになるとね、うん、ここダメです。そういう時はまた別にね、今、必要なんだけど、ちょっと参考のためにね、こうやってくるでしょ？これ水を吸うようになったら、こう蒸発するんで、うん、こういうのをぐーっとこうやって伸ばして、こうやってぐーっと伸ばして、ぐーは余分だよ。こうやって伸ばすよ。これ、何もでも伸びない、これ。こうやって伸ばすわけさ。それでこっちからくるっと巻いてさ、こうやって、くるっと巻くでしょ？で、こうやって、こうやってさ、こうやって、くるくるっとこうやってやっとく、うん。こうやってやっとくの、うん。こうやっておくと、これ水分がこっから乾燥しないでね。で、根付いたら、ほっといたら、こっから出てくるから、目ね、うん。まあ、その頃だったら分かるからね、ここら辺ちょっと切ってやればここからふわっと出てくる、うん、で今は必要ないけどこういう方法もありますと。失敗したらどれぐらいで茶色くなるの？これは今全然ダメ、やっぱり5月にならなきゃ分かんないね。本当の要するにこのグリーンはね、うん、切り花でも何ヶ月も持つんだから、うん、あのお花、正月のお花何ヶ月も持ってでしょ、うん、あの松ね、うん、あれと同じで根っこなくても、うん、これはもう春まで真っ青になってる。で暖かくなってね、これが活動しだすと、うん、今度は水分が欲しくなるでしょ、うん、その時にちょっとでも根が形成層がくっついてれば、うん、そこで水が行き来するけど、うん、それがもう失敗したらそこでも途切れると、うん、もうバイパスも何もできてないから、うん、5月になったらすぐ分かる、もう真っ黄色になってるから、うん、なるほど。そしたら失敗、うん、でこんな風にこれは失敗の例でね、うん、これもうだいぶこれ言えたけど、ここになんとなく切り口あるでしょ、うん、でこれはここにね、やっぱり下から入れたんですよ、こう。それはネズミじゃなくて親方がやる。これは親方の、あの失敗で、うん、こうネズミはもっと丁寧にやる。あ、そうか。綺麗に食べてしまう。でせっかくこれ巻いたけどね、作業ね、せっかく巻いたけど作業終わったから、あ、もう戻すんだ。取ります。本当はさ、こんなことしないんだけどね、うん、ちょっとね、いいふりこいて、これちょっとやっただけさ、うん、見せびらかしたわけ、うん、こういうやるとだけど仕事はすごく楽だったよ。こんなものないからね、うん、であとは何のことないんですけど、こうやってまたこうやってかかるとちょっと土入れといて、少しちょっと周りにちょっとあの棒でつついてください。はい、それは OK です。あそこもいずれ持ってきてやらなきゃな、ね、何さ次来さ、うん、あれやるのもまだもう3本も4本も取れる。であっちは移した、うん、今回はこれ今ねここで取ったでしょ1本ね。これはですね今ここで取ります。これはここでもう1本次のね材料、それとこれでいただきます、うん、そしてこれと
これでいただくね、今年は。だから合計これで4本ここからいただいたことになる。これとこれとこれね。来年はまた元気のいいのが出てきて、また5、6本いただけるからね。で、そのうちに、こっちの方のね、力が強くな、この目安としては、この本体より継いだ跡が太くなったら、これ切っちゃうの。ここで。バンと。切った時みんな枯れてるんですよ。いや、それはね、こっちが小さい場合。うん、これがもう、ついた方が太くなってきたでしょ、これ。うん、そしたらもう、こっちの方になお太くならしたいから、うん、こっちに栄養やる必要ないわけ。うん、だから、この辺でね、いっぺんにこう近くにやらないで、ちょっとこの辺で、まあ、棒を残しておいて、うん、ここで切っちゃうの、うん。これ来年の春切ります、ここで。はい、そうすると、こっちの養分が全部こっちに来るから、うん、今までよりこっちの方が元気になってくるね、みんなね。そうすると来年はボコボコボコとボロ儲けの材料ができる。そうか、そういうことです。はい。